どうしたら今回は第2弾天才的なボケ手を見ていきたいと思います。まあ、とりあえずこれからの動画で笑ったら寝てください。絶対寝てない人いるでしょ。もうとりあえず最後まで耐えれれば次の動画も見れますので、笑わないように耐えてください。まず1つ目、さてこれはゴミの分別みたいな写真ですね。なんかおじいちゃんすごいけど投げ飛ばしてるのかな。壊れたおじいちゃん、自分のものが捨てられてるとも知らずに大盛り上がり。クソ喜んでんじゃねえかよ。おじいちゃん自分のもの捨てられてるってもう知らずにね、もうよっしゃ燃やそう燃やそうってバッチコイってしてますよね。ちょっとこれは認知症なのかもしれないですが、かわいそうです。うわ、何これ、怖いですね。なんかホラーのシーンなんですけれども、なんて言ってるのでしょうか。ドアの角に足が当たらないようにしてくれる妖怪。ちょっとね、あ危ない、スーって、よっしゃできた、超優しいやんけ。バツコーって顔してますもんね。優しいねこれ。なんとタンスの角にぶつけるとかドアの角にぶつけるっていう、そういうものを阻止してくれる妖怪です。行ってほしいですね家に。あ、今日も助けてくれたんだ、ありがとうって言ってあげたいです。ウッディなんて言ってんでしょうね。カウボーイハットに胸には保安官バッジ、背中の紐を引くと喋る木製のカウボーイ人形。これ木製だったんだ。アンディのお気に入りで、何度捨てても帰ってくる決め台詞は、あんたは俺の相棒だぜ。もう恐怖じゃないですか。何度捨てても帰ってくるんですよ自分で。ゴミ箱に捨てて部屋に戻るといたみたいな、怖いですね。アンディもそりゃ恐怖で逃げてきますよ。フシュルフシュ、なんて言ってんでしょうか。しりとりでフが思いつかず苦し紛れに何か言い出した。フシュル、絶対これフシュルコって言いたかったですよね。オーストラリアの湖よく言いたくなりますもんね、フだったら。ちょっとこの人はねフシュルコって言いたかったんですけれども、ちょっと思いつかなかったようでした。皆さんもフが回ってきた時はフシュルコって使ってみてください。オーストラリアの湖です。フランダースの犬ですね。ワンコちゃんが水を飲んでいます。フランダースはなんて言ってるのでしょうか。待て、何も聞いてねえじゃねえか。もう本能のままに従ってますよ。あ、水あるって言ってんのに、待てって言ってんのに全然聞いてないですね。本能のままに従ってるワンコさんです。ご飯パワーが足んねえぞ、5点。ご飯のパワー足んねえよな、最悪じゃねえか。もう全部ご飯のせいにするっていう、5点にもね絶対ご飯のせいだよなみたいな。それでも親方め責任を全部ご飯になすりつけるという最悪なシーンですね。お、さてこの人船酔いしてるけどちょっとやってほしいって言ってるんですね。さて何をやってほしいんでしょうか。船酔いしてるとこ申し訳ないんですが、一緒にあれやってもらっていいですか。タイタニック、思いっきり吐いてんじゃねえか、とどめの一撃ですよね。どう考えても船酔いしてる人に向かって思いっきり脇掴んでギュッてやる、そしたらそりゃキラキラキラいきますよ。タイタニックどころではありませんでしたね。うん、これ水面から女の人が出てきてますね。なんかディグダみたいな感じですが、この時だけダメージを与えられる。あ、出たり引っ込んだりしてくるやつね。で出てきた時に蹴りをこうバコンって入れる。なるほど、ゲームで出てくるようなキャラですね。ん、何これ、日本チームみこしリフト。うわーすごいですね。これをするためだけにめっちゃ人の力がかかってるっていう。さて田中部活やめるってよ、もう殺人未遂ですよねこれ。うん、田中消えてほしいから、田中一番下でいいやみたいな、やめたくなりますねこんなことしてたら。なんで私ここやらなきゃいけないのみたいな、むしろ消そうとしてるって思いますよね。そりゃ田中部活やめますね。お、これはビーズですね。ビーズなんて言ってるのでしょうか。話しかけてますね。ウルトラ、あ出ましたね。そして輝くウルトラ、聞こえてねえじゃねえか。それともなんか嫌なことあったからテンション乗んないのかな。ウルトラって言ってんのにソウルって言ってあげないんですね。ちょっと噛み合わない瞬間です。あーっと次はこれノリスケさんですね。ノリスケさん、これは相撲かな。イクラちゃんと一緒にこれ相撲をやる瞬間なんですかね。ちょっとやばそうですが、さてなんて書いてあるのでしょうか。先週のシルエットクイズの答えはこれだ。わかるわけねえだろうがこんな。だってシルエットだとこれですよ。何ですかこれ、芋虫みたいな感じですね。ちょっとね難しすぎるシルエットクイズの答えだったんですけども、ノリスケさんでした。気持ち悪いですね。うん、何これ、子供とお父さんかな、なんて言ってるんでしょうか。
おそらくかくれんぼをしてるだろう。知らないやつが入ってきたが、めっちゃ楽しそうで何も言えない。誰ってなってますよね。だけど、あ、この人絶対かくれんぼしてて家に来てるやんみたいな。でも楽しそうだからやめさせらんないって思ってますね。普通に不法侵入ですよ。あ、もう一回言ってみるよ。え、なんとさかなクン怒ってますね。さかなクン怒らせるってとんでもないこと言ってるんじゃないですか。さて、なんて言ってるのでしょうか。魚で一発ギャグ、ブリでブリブリ。ちょっとこれは許せなかったようですね。さかなクンでもさすがにブリでブリブリは感情を抑えることできなかったようです。さて、このおっさん、なんと草の上に座ってますね。どうだいこの美しい草花はって言ってますね。さて、地面です。ご覧ください、僕の席ですみたいな感じで当たり前のこと言ってますね、このおっさん。私もこれから言いますよ。タケノコを刺しながら、タケノコです。ん、これ歯医者さんかな。歯医者さんでなんかすごい血まみれになってるような感じだけど、なんて言ってんだろう。耳鼻科は上の階ですよ。なんだ、奥歯抜かれる前に聞けばよかった。あはははは、顔クソブスやんけ。このスリッパとか絶対叩こうとしてましたよね。で、何ですかこれ、なんで噛まれてるんですか犬に。もう情報量多い写真ですね。耳鼻科だと思ったら奥歯抜かれてたみたいなね。あるあるです。ジャイアン、すごいアホみたいな顔してますね。豚みたいな顔して。なんて言ってるんでしょう。のび太くんは活発な子で、いつもみんなの中心だったので、いじめとかはなかったと思います。絶対もうこれ、いじめで事件になっちゃったやつじゃん。のび太が、もう大体の理由がお前なんだよって感じですけれども、いや、そんなのなかったですね、って言ってる、ゴーダ。最低ですね。これは、クラブのようなところですね。アイロン掛けしてたら、知らない人たちが入ってきて踊り出した。アイロン中だったのが、確かにアイロンっぽいけど、アイロンしてたらね、もうわんさかわんさか入ってきちゃったんですね。お、アイロンアイロンアイロンある、踊ろうっつって。ということで、アンパンマンですね。アンパンマンの頭めっちゃあるね。どうせジャムおじさんがなんか言ってんでしょうかね。バタコさんですか、それともチーズか。だってこの頭の数だけやられると思ってるんですね。舐めてんのかって思ってますよね、絶対。こんなに残機いらねえんだよ。ジャムおじさんもね、あ、アンパンマン弱いから残機150じゃないとバイキンマン倒せねえだろみたいな。だから残機作っといたんだよって言ってるんですけども、アンパンマンも舐められててムカついてますね。これはのび太と先生ですね。どうせあれでしょ、のび太タットレとか言ってんでしょ。だってクラス投票の結果、のびくんの転校が決まりました。集団リンチやん。もう学級絡みでのび太を陥れようとしてんだね。のび太転校してほしい人みたいな投票取ったら、なんと転校した方がいいということになりました。かわいそうですね。まだ廊下に立ってるの方が良かったね。ウォーフレーム、なんとかなら無料、今すぐプレイ。何なら無料なんでしょうか。めっちゃダサいキャラでいいなら無料。課金しろってことですね。かっこいいやつ使いたかったら。もう無課金キャラがやってきたみたいな感じですよ。無料でやらせてもらってるんだから、これぐらい我慢しろってことですね。小学生の頃あった謎のルール、いろいろありましたね。例えばシャーペン使っちゃダメとか。さて、なんて書いてあるのでしょうか。俺と話したやつは仲間外れ。絶対金扱いされてるじゃんそれ。たけし金とかね、ありましたね。かわいそうですが、かわいそうなのでやめてください。何々シャイ、何々すか。さて、この店員なんて言ってるんでしょうか。かかってらっしゃい。え、もしかしてビビってんすか。いや絶対聞いてねえじゃんこの人。とりあえず通りかかったからかかってらっしゃいって聞いてて、もうこのおばさんもね、なんか今言ったみたいな。絶対聞いてませんよね、かわいそうです。ん、このおじさんなんでしょうか。千の利休みたいな感じだね。さて、利休殿、そっちは綾鷹ですぞ。完全に外してんじゃねえかよこれ。絶対ドヤ顔でお茶当ててやるとか言ってたのに、双剣道当ててって言ってんのに綾鷹刺しちゃったんですね。もうお茶マスターって名乗れないですよ。かわいい赤ん坊みたいに言わないでほしいな。小さくても年は君と似たようなものです。ごめんなさい。まあ宇宙は広いからね、大きな人小さな人いろいろいても不思議はないさ。私のタランチュラと戦わせましょう。